もフェイも不在のようだな。仕方ない、探しに行くぞ。ここにいないということは、おそらくクーロンの見回りに出ているんだろう。フーディエがザクソンに敵対したと誤解されたくない。スパイの件は早めに知らせておいた方がいい。二手に分かれるぞ。ユーゴかフェイを見つけたら連絡しろ。
こいっけさあ、行こう。開始だ。いっけ。なんとかなったね。さあ、行こう。私だってバトルできるもん。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。
行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。ランチタイムの暇つぶしにちょうどいいわ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。開始だ。危ねえな、気をつけろよ。どうした？まるで幽霊でも見たって顔だぜ。なんてな、冗談だよ。最近そんな話ばっかりで参るぞ。その服、ひょっとしてお前龍神とかのハッカーか？お、ああ、いや、知り合いっつうか、名前を知ってるだけさ。
あいつらは有名だからな。元柔道だし。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らねえのか。あいつら昔のことは何にも話してねえんだな。柔道のことが知りたい？いいぜ、教えてやっても。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやる。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、なんでもねえ。来いよ、歩きながら話そうぜ。オタク、ハッカーになったのは最近だろう。だろうと思ったぜ。雰囲気もそうだが、何よりデジモンプログラムを持ってるんだな。フーディアの奴らもそいつを使ってるのか。
へえ、まだ昔と同じロートルなやり方にこだわってるのかと思ってたぜ。人は変わるもんだな。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。柔道の話だったよな。柔道が活動していたのは数年前のことだ。その頃はまだデジタルモンスターなんてもんは知られてなくてよ。ハッカーは自分たちで作った独自のツールを使ってハッキングをしていたんだ。その中でも最も規模が大きかったのがハッカーチーム柔道。リーダーの名前くらい聞いたことあんだろ。真田新っつうんだけど。ま、いいけどよ。柔道は規模もでかかったけど、何より一人一人の技術力が高いチームだったらしい。そいつらの中でナンバー2を張っていたのがお前んとこのリーダーの三島隆二だ。真田新っつうのは技術はあってもでも無茶するやつだったみたいですな。龍二が補佐官としてやつをフォローしていたのは実の兄貴みたいな感じでさ。ナンバー3は今井千歳。こいつも知ってるよな。昔から人当たりが良くてでけえチームの摩擦を軽減する緩衝材みたいな存在だった。軽そうに見えて人のことをよく見ているやつでさ、あいつが間に入ればどんないざこざでも大抵解決しちまった。他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり柔道は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。あくまで聞いた話だけど。だが柔道レジェンド楽しめていた規模のデカさじゃねえ。あいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃないが、誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルもそんなあいつらだからこそ突破できたって俺は思うぜ。聞いたことねえか、アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバーで、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存されている。つまり事実上エデンの最高峰セキュリティの要塞。そこを落とせば柔道は名実ともにエデンで最強のチームになれた。なれるはずだった。あそこであんな奴が現れたりしなきゃ。いや、なんでもねえ。ともかく柔道はそのアンダーゼロ攻略に失敗してそのまま解散しちまったってわけ。なあ、次はオタクに教えてくれ。最近のあいつらの。
またこいつかよ。邪魔してくれやがって。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。おたく、ユーディエならちょっとは使えるんだよな。それよかった。じゃあ、当てにさせてもらうぜ。力を貸してくれ。このまま突っ走れ。かなったね。なんとかなったな。クーロンでこいつに会うと肝が冷えるぜ。前にもこいつに襲われたことがあってさ、気をつけろよ。スエドーって神城の研究員が言うには、この化け物、あっちで起きている怪現象と関係があるみたいなんだ。お？あのおっさんのこと知ってんのか？あちこちに現れんだな、こいつ。優れた科学者は神出鬼没ってか。変わらず爪が甘いな、お前は。リュウジ、悪い、助かったぜ。勘違いするな、お前を助けたわけじゃない。何を油を売っているんだ。ユーゴとフェイは見つかったのか？まだこんなに嫌がったのかよ。危ないところだったね。怪我はない？ユーゴか。誰かと思うからアンさんが書いた。リュウジはともかく最近よう会いますな。サナダアラタ。チッ、バラすんじゃねえよね。ま、そういうこった。俺が真田新だ。
改めてよろしくな。君が新しくフードへ入った新人か。なるほど、いい目をしている。それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれたのかい。いや、報告があって。ユウ、ジミー・ケンがザクソンを離反した。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところなんだ。普段のメフィストさんのアカウントだり、あれにもデモンズが関わっていたようだ。アカウント狩りで資金を集めて一気にチームとして勢力を広げたというところだ。調べが早い。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば他のハッカーチームに示しがつかない。エデンの秩序は僕たちの手で正してみせる。力で押さえつけたってエデンは守れないぜ。違反する奴が出るなら放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろ。それを見過ごせば誰がハッカーの暴走を阻止するんだ。誰もがかつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができるわけじゃない。明確な規律はどんな場所でも必要なものだと僕は思う。俺が言いたいのは、ハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、真田。龍二、お前ならわかるだろ。俺たちは。もう俺たちじゃない。出したお前がエデンのハッカーを語るの。ああ、そうか。勝手にしろ。彼と理解し合えないのは残念だ。あれだけ力のあるハッカーはそういない。奴の話はこれでしまいだ。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちまった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けて。彼か。フーディエのメンバーと知らずにスパイを命じるとはね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンをスパイするふりを続けてくれ。二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら僕たちに連絡してほしい。エンドスか、ユーゴ。こいつはまだハッカーになったばかり。構わない。エデンで顔が知られていたがスパイの意味がない。それにフーディエの新人であれば信用もできる。ユウゴハンがそこまで言うならしっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にしてくれて構わないよ。これで君も今日から我らザクソンの。ハッカーの存在理由は
デジモンプログラムの使役によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護する我らハッカーの真の姿だ。君が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを願っている。私はエデンの守護者なのか。何？Qというハッカーに心当たりはあるか？だって。いや、僕は聞いたことがないよ。フェイはどうだい？バッチも死臨戦なぁ。と言っても他の幹部が使おうとる下っ端のハッカーまでいちいち覚えてるわけやあらしまへんけど。そのハッカーがどうしたんだい？こいつの巻き込まれた面倒ごとの元だ。おそらくデモンズのハッカーだと思う。何か情報が入ったら知らせてくれ。受けたまわったよ。君たちには日頃世話になっているからね。君も悪質なハッカーの犠牲者というわけだ。それなら僕などが言葉を尽くさなくても分かってもらえるだろう。暴走するハッカーがどれだけエデンで暮らす者を苦しめているか。真田新が言うように僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思っている。しかし自由にはたくさんの解釈があることも事実だ。その答えは一人一人が見つけ出すしかない。君がどんなハッカーになるのか楽しみにしているわ。近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。また連絡させてもらうよ。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか、柔道のことを。あいつの話は信用するな。あいつはチームを守らずに逃げた男だ。力がなければ何も守れはしない。いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃザクソン分裂の話で持ちきりだぜ。どこ行ってもその話ばっか。K について何か分かったか？うん、にゃ、さっぱり。こいつはちょっと手強い相手かもしれないぜ。俺の情報網に引っかからないってことは古参のハッカーじゃないのは間違いないな。お前、あの後あいつから接触はあったのか？そっか、今は様子を見るしかねえな。病院からだ。エリカの退院許可が下りた。おお、長引かないでよかったな。迎えに行ってくる。にしても K のやつ、何のためにお前をデモンズへ呼びつけたんだろうな。今のところ K がターゲットに指名してきたシガもカヤバも犯人じゃなかったわけだし、誤った情報を提供してお前を混乱させようとしているとか。もしそうなら一体何が目的だ？
くに忘れていたと思っていたが。帰ろう。聞いて、あのおじさん、スウェド明美が言っていたこと、私なりに調べてみたの。君は気にならない？東京のあちこちで起こっている怪現象やデジタルウェーブ異常、それにあのイーターや新宿で私たちが遭遇したデジタルシフト、これはきっと何かとんでもないことが起こる前触れなんだよ。デジタルシフト内に入ったっていうハッカーたちの情報を集めると、高確率でイーターの目撃情報も含まれてるの。ひょっとしてデジタルシフトはイーターが原因じゃないかな。ねえ、君はどう思う？聞いたんだ、病気のこと。気にしなくていいよ。別に閉じこもってたって良くなるわけじゃないから。ああ、もうそんな顔されてたら逆に具合が悪くなるよ。もういいよ、依頼でも受けてくれば。君、ザクソンの二重スパイになったんでしょ？さっさと仕事しに行きなよ。バカ、迷惑かけてごめんって言いそびれちゃったじゃない。エリカ、エリカは病気なんですか？そう、形みたいにワクチンで治るんですか？治らない。私、デジモンじゃないもん。そっか。エリカは人間ですもんね。形に何かできることありますか？ない。私がもっとエリカと同じことができたらいいのに。そしたらお手伝いできるのに。それいいかも。
Yeah.